こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。まあ、オーストラリアアマゾン室のサポートをしていて、まあ、日本の常識で判断するとね、オーストラリアでは間違えた対応になるということがよくあるんですけど、まあ、その実例をね、まあ、最近の花見の、まあ、酔っ払いの大さっぷりと、まあ、PL 多機電気グループのね、覚醒剤で捕まった後の叩かれ具合を見て、 まあちょっとね、えー、日本と欧米と,と、あと他のアジアの国、まあ、何しろね、ところ変わればもう全然、あの、厳しさが違うと。まあ、その違反についてね、えー、常識の違いということで、違法薬物とアルコールについて、まあ、ちょっと世界の違いを解説したいと思います。また、薬物に非常に厳しい、疑われるだけでやばい国もあるんでね、酔っ払うのが好きだとか、 酔っ払ってうかつなことしちゃうという自覚が少しでもある人は、まあ、避けた方がいい旅行先ということで最後にご紹介してますまず、まあ、日本でマリファナというとね私がやっぱり印象深いなこのポール・マッカートニ、ね、なんと日本に来ちゃったらポール、ね、逮捕されて公置署で過ごすことになっちゃった何やったんだマリファナ持ってきただけ えって感じだったんですけど、きっとポールもびっくりですよね。まあ、そもそもね、アメリカもイギリスもマリファナっていうのは、まあ、えー、別にそんな厳しいもんじゃないし、まあ一応違法ですけどね、まあ日本でもタッチ商弁が違法とかね、えー、18歳未満タバコ吸っちゃいけないとか、だけどタッチ商弁してるやつはいるし、ねえー、高校生タバコ吸ってるやついるしというぐらいの感覚ですけど、まあ、 アメリカ、それから西側ヨーロッパのマリファナってのはそんなもんです。なのに、ね、薬局で覚醒剤を売ってた日本が街を見渡せば、ねえー、酔っ払いだらけの日本がマリファナだけで逮捕されるのと俺ポール・マッカートニーなんだよってきっと思ったと思います。でまあオーストラリアも そうですけど、まあ西側ヨーロッパとアメリカではね、まあ今は合法になってる国もありますけど、まあオーストラリアなんか一応違法だけどね、まあ警察の薬物検査を受けて、で、マリファナが出てきたとしても、あこれダメだよなんて感じでね、没収すらされないと、ね。そもそも薬物として扱われてないです、アメリカとかね、西側ヨーロッパだと。まあ要は、ね、販売禁止されてるタバコぐらいの感じですよね。税金払ってないタバコ。 なんでいけないって、まあむしろいやいや、税金取られてないでしょ、このタバコって感じかもしれない。かたや、ね、西側ヨーロッパとアメリカ及びオーストラリア、アルコールには厳しいです。まあ泥酔したり、人前で酒を飲んでいたら逮捕されることがあります。また、日本のね、すごい酔っ払ってね、電車でもうなんかあの、床で寝ちゃってるやつとか、入いてるやつとかいますけど、そこまで飲ませた。 一緒にいた人がいたらそこまで飲ませた一緒にいた人も罪に問われますあるいは店で飲んでたらそこまで飲ませた店も罰則があります日本はねすごいアルコールに関してはねもう緩すぎアルコールのおかげでねいろんな事件が起こるしね外的には非常に大きいはずなのに、まあ、日本はなぜか酒飲みには寛大というのがあります まあこれ酒に関しては日本とアメリカ、オーストラリア、西側、ヨーロッパ、全然違いますね。でまた日本だと酒って言えばね、まあ、テキーラも酒だし、ビールも酒ですけど、まあ、オーストラリア、アメリカ、西側、ヨーロッパは、えー、ワインやビール、これまあアルコールっちゃアルコールなんだけど、まあ、ワインやビールはワインやビール、ねで、ウイスキーとかテキーラ、ハードリカ、ー売り場も分かれてます。 スーパーにくっついたような酒店で、あ、そうそうあの。スーパーの中で日本みたくね、あのウイスキーとか、えー、ワイン、ビール売ってるってことはオーストラリアではありえないです。えー、もうあの全然別、ね。子供が普通に来る、えー、スーパーにそのアルコールを置いてあるっていうのはありえないと。ねまあ、日本でいうところの覚醒剤とか、ね、まあマリ少なくともマリファナぐらいのイメージではあって、まあ 危ないから子供には見せないみたいな感じになってます。さらに、アメリカでは、封を切ったウイスキーが車内にあることが見つかったら、アルコール検査なのなしで逮捕されて刑務所行きです。オーストラリアも確かそうですね。えー、これあの、日本だと、ね、あの運転してない人は酒飲んでも大丈夫みたいなのありますけど、アメリカでは、もうそもそも車内にね、封を切ったハードリカーがあった時点で逮捕と。 で逮捕されて拘留されるのはね、えー、飲酒、そのハードリカーの人たちのとかね、えー、盗人のってとこじゃなくて、もう全部一緒。ねえー、さっき人を5人殺してきましたとかね、えーいや、殺人でたまに捕まるんだよねっていう人とか、ね、人を殴り殺すのが趣味ですとかいうやつと一緒に拘置、えー、所に出られます。だからね、すごい、えー、一緒にいる人によっては怖い思いをすると。まあ それぐらいハードリカ、アルコールに関しては厳しい。で、まあ日本はね、マリファナ厳しくて、覚醒剤売ってたのに覚醒剤にも厳しくて、で、アルコールには緩いというとこなんですけど、これね、マリファナやアルコールにもっと厳しい国もあります。これはもうこの国々、私も行ってみてね、この国々ってあのアルコール えー、薬物に厳しい国ってワインとかね、えー、いいワイン置いてないしすんごい高いしあんまり好きな旅行先じゃないなってとこがずらっと並んでるんですけど、えー、この辺の国は非常に危険、ねまあ、そもそもがそのマリファナをマリファナというか薬物というかで、まあ、薬物として扱う国はやばいと厳しいということが言えますで、まあ、特に厳しい国これら並んだ国サウジアラビア ね、公開処刑。マリファナ持ってたら公開処刑。支柱引き渡しの後、子供の前で首を離れ,られる。さらし首にされることもあると。これは最もやばいですね。でサウジアラビアの恐ろしいところは、えー、疑われたら結構やばいと、ねえー。実際にやってなくても疑われる時点でもやばいということなんでね。まあ、いつもそういえば、うん、酒飲んで灰になっちゃうんだよねとかね。 えー、酒飲まなくても酔っ払ってんのって言われるような人とかは行かない方がいい国だな。サウジアラビア、私は行かないようにしようと思いました、これ見てね。で、インドネシア、インドネシアって言えばバリ島、となんか日本人よく行きますけどね。インドネシア、シンガポール、えー、それからドバイ、この3つはね、えー、結構、えー、恐ろしいなと思ったのは、 持っていなくても、血中に麻薬が残った状態で同国に入国すれば麻薬の所持をみなされるとで。その際の罪は数十年の懲役刑か受殺刑。バリ島ですねで。現にバリ島ってオーストラリアから行った旅行者がね、何人か死刑になってますね。何しろオーストラリアはもう、あの、単なるタバコのスペシャル版みたいなイメージなんで、マリファナってね。軽い気持ちで多分持っていっちゃうんでしょうね。深い考えもなしに。で、まんまんと見つかると。 ですごい厳しいんですけど、ただ厳しいんだけど、えー、インドネシア、バリ島にもあると。ね、だ誘われて、罠にはまって、ね、賄、え、賂、ー、を払わないと、せ知めに殺されるということもありますからね。まあ、まあ、やばいですね、インドネシア。シンガポールも非常に厳しい。死刑か懲役刑。マレーシアやばい。ドバイもまずいで。これらの国々に、例えばオランダ経由とかで行ったらやばいですよね。 オランダで何もしないならいいんですけど、オランダでね、えーまあ、ちょっとオランダ合法だしなんて言ってね、そのまま飛行機に乗っていくと、もしかしたら残っちゃったりね、カスが落ちたりする可能性があると。そうなると非常にやばい。そういうのに興味がある人は近寄らない方がいいという国です。大、ま、麻、あ、やウイスキーの扱いだけでも日本の常識は世界では通用しません。まあ、日本はね、えー、もう法律、 守らないと、非常に厳しい。厳しいったってね、死刑とかなんとかなるわけじゃないんだけど、有名人だとね、もうすごい叩かれまくると、売ってたものまで全部ね、回収、ドラマも放映しないとかね、まあ、すごいことになりますけど、肩や酒には非常に寛大。世界中回って、日本ほど酒に寛大な国はないですね、っていうぐらい甘いと。 ということでねその禁止薬物とかアルコールの扱い1つでももう日本の常識は世界と全然違うというのがありますんでね、えー、やっぱりビジネス慣習、その罰に関することって基本的なはずなのに全然違いますからましてやねビジネス監修とかねそういう国の人が思っている常識ってのがかなり世界中違います。でオーストラリアも当然違います。でまあ オーストラリアアマゾン初めて、あるいはね、アマゾン、アメリカアマゾンやってて、まあ、大体日本の常識で判断してやり取りした人たちって、まあ、漏れなくアカウント削除されたりね、えー、サスペンドされてます。えー、そんなわけで、輸出すると儲かるのはわかるけど、大変そうだとか、ねえー、自力でなんとかできるんじゃないのかなと思ってる方はね、まあ、あの、儲かるのは確実ですけど、えー 多分、オーストラリアに住んだこと経験なくて、オーストラリアに住んでてもビジネスやったことないという人はね、対応を間違えて、アカウントがサスペンドされたりする可能性が非常に高いです。まあ、私はその、アマゾンのサポート、あるいはね、オーストラリア人の常識というのをね、踏まえた上でサポートを提供してますんで、まあ、何どんなサポートなのどういう違いがあるのと気になる方は、こちらにメールアドレスとお名前を入力して、 登録するボタンを押して、無料アマゾン室、メールセミナーをチェックしてみてください。日本の常識は、世界の非常識。世界の常識は、日本の非常識です。以上、アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。